16年14万キロ家族の安全を乗せて走り続けてきた愛車クレスタはさすがルート並みには勝てず衰えが目立ってきた。そこで優遇減税補助金制度を活用したエコカーへの買い替えを検討することにした。ここは JR 西宮駅近くの国道2号線。わずか1キロメートルの間にプリウスを扱うトヨタ系ディーラーが4つも店を構える関西でも有数の激戦区だ。数社から参考見積もりを取ったものの、営業マンの印象が一番爽やかだった兵庫トヨタ西宮店を本命にしまって交渉に入ることにした。緊張する値引き交渉を前に子ども店長加藤誠志郎君の愛くるしい笑顔が辺りの雰囲気を和ませてくれる。レースの分だけ見てまいりましょうかね。はい、それではお待ちください。ターゲットはもちろんソーラーパネル付きの赤いプリウス。おしゃれ心を満載したリッター38キロの燃費効率を誇るスーパーエコカーだ。他社の参考見積もりを最終チェックし目標の値引き額を目指していよいよ詰めの交渉に入った。車両本体の値引き額に目処をつけ話をメーカーオプションからディーラーオプションへ進めていく。見れば見るほど欲しくなるオプションがいっぱいだ。初めてディーラーを訪問してから4日目、3回目の折衝で目標を達成しめでたく契約の運びとなりました。エコカー減税や補助金を加えると65万円を優に超える実質値引きとなりお得感いっぱいの買い物になりました。そして新しい車のナンバーはこれからの人生を2人で仲良く楽しめるよう私たちの結婚記念日としました。震災の傷跡を乗り越え16年間家族を守り走り続けてくれた愛車クレスタのラストランは来月。初めてドライブで走った大山出雲へ行くことに決めました。4日にわたったプリウス購入大作戦は関係者の皆様のご協力で大きな満足感を持って終えることができました。